1月30日に初めてのアルバムを出しました、はい、タイトルがファーストアルバムカッコ仮っていうんですけど、ここも仮なんだ、はい、カッコ仮がついてて、私たちが去年たくさんのシングルをイギリスで出させてもらったんですけど、その A 面シングルがキュッと詰まってる曲でして、さらにアッパーカットとアッパーロックとミックスバージョンとパンダボイスのアッパーカットとミックスバージョンがあるんですけど、その人の DJ ミックスが入ってて、それを今回もかけなくてもらうのを、その時点と、そしてまだあるのもまだまだあります。本当に2月20日以来リスペクト東京という曲がですね、発売することが決定しました。全員気合入ってるので、熱く熱く熱苦しくいきたいと思います。熱いね、はい、3回言うところが、はい、皆さんぜひ遊びに来てください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ございます。さっきからなんかね、すごい噛んでますよね、私甘噛みばっかり。でも初めてだよ、ありがとうございますって言ったの。大丈夫です。じゃあね、はい、最後はこなつちゃんとこの曲を聴きながらお別れです。はい、私たちの、アルバムにも入ってます、アップアップガールズカッコ仮でアッパーカット。アップアップガールズカッコ仮冬からこなつちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。
皆さんからのお便り紹介していきたいと思います。山口県のサチャンネームクレーパンダさんからです。タイミン、リリーズのお二人こんばんは。こんばんは。さてさて、タイミンはいいなと思います。はい、はい、じゃあ続いてです。名古屋市の社長ネームゆっくさんからです。